シャドウ、その名は捨てた。私のことはジョン・スミスという。全てを終わらせるのはこの私だ。私の勝利は決まっていた。そう、最初から。主様、少々よろしいでしょうか。なんだ。その、いつまで仮面とスーツを身につけているおつもりですか。いつまでとは決めていない。だがしばらくは着ているだろう。そんな、主様、私は悲しいです。シャドウガーデンの主であるシャドウ様が雪狐商会のスーツを着ているなんて。率直に申し上げて、そのスーツは三つ星商会の模倣品なのですよ。わかっている。それなら。いえ、申し訳ございません。主様の行動には常に深い意図がある。私としたことが忘れていました。しかし、ここで模倣品に負けては商人の名折れ。主様には代わりのスーツを用意いたしました。スライム製ではない主様にふさわしいスーツを生地から厳選して仕立てております。そちらを献上させていただこうかと。なぜそうなる。事前のご相談もなく動き申し訳ございません。しかし、三つ星商会であればはるかに高品質のスーツと洗練されたコーディネートをご用意できるという自負があってのことです。僕としてはパクリスーツでもいいんだけど。まあ、三つ星製の高級スーツがタダで手に入ると思えばお得なのでは。わかった。ならば見せてもらおう。はい、少々お待ちください。すぐにお持ちしますので、お好みに合うものをお選びくださいませ。お待たせいたしました。主様のお好みのものはありますでしょうか。どうぞお手に取ってご覧ください。これは全部が全部派手。これじゃエージェントじゃなくて宴会の司会者だよ。もしくはそういう芸人。こちらのスーツは金色に輝く刺繍をまんべんなく施し、主様の神々しさを表現しております。職人が一針一針手縫いで仕上げました。その隣のスーツは生地にこだわっておりまして、試行錯誤の結果、光沢のある紫色を生み出すことに成功しました。主様にふさわしい高貴な色かと存じます。なるほど。スーツの素材はもちろん、合わせるアイテムも厳選した品ばかりです。どちらがお気に召されましたか。全部却下だ。なぜでしょう。探せばどこかにこれを好む人がいるかもしれない。だが私は違う。僕が目指すのはスーパーエリートエージェント。もっとこうスタイリッシュな敏腕感を出してもらわないと。イメージが伝わるかはわからないけど、ガンマ、君のセンスに任せるよ。ではこちらはどうでしょう。スーツの背面に施したドラゴンの刺繍が、着用者が他に類を見ない突出した才能を持つものであることを表現しております。目の部分に宝石。はい、最高品質の一級品です。却下だ。そんな。ここにあるのは全部イメージに合わない。私は今のままでも構わない。どうしても三つ星製に着替えさせたいのなら、私が望む雰囲気のデザインにしてもらおう。望む雰囲気、ぜひともお聞かせください。
言葉少なに完璧にミッションをこなし、功績を誰に語ることもない必殺の仕事人。私が求めるのはそんなものにふさわしいスーツだ。かしこまりました。主様の意向に沿ったスーツ必ず用意してみせます。三つ星商会とガンマの名にかけて。ああ、任せだ。はい。言葉少なな必殺の仕事に完璧なミッション、見えました。主様、少々お待ちくださいませ。ふん、見えたか。ならばしばし待つとしよう。こちらのコーディネートはきらびやかさが足りないと思い、先ほどはお持ちしませんでした。しかし改めて主様のお望みを伺い、これしかないと決断いたしました。こちらです。素晴らしい。本当ですか？うん、これこれ、スタイリッシュでエージェントの雰囲気が出てる。試着をしても？もちろん大丈夫です。ほう、シルエットも悪くない。いや、むしろこだわりを感じる出来栄え。ん？このネクタイの柄と胸元のロゴ、え、もしかしてシャツの細かい模様も。お気づきになられたのですね。そちらのスーツのコーディネートには一貫性を持たせています。そう、シャドウ様のシルエットを組み込んでいるのです。そうか、却下だ。そんな、なぜです？いや、自分の柄が入った服とか普通着たくないよ。うん、しばらくはパクリスーツでいよう。